ケムリチャンネルにようこそ。ケムリチャンネルではケムリの魅力をさまざまな観点からお伝えする映像チャンネルです。今日はケムリの魅力の一つであるリアルプロジェクト、外部とのコラボレーションによるプロジェクトをご紹介したいと思います。本日はケムリのメンバーである南澤准教授に加えて、凸版印刷株式会社のお二方、吉野さんと遠藤さんにお越しいただいております。さて、このコラボレーション、印刷会社と KMD の掛け合わせで何が生まれたのか、ちょっと聞いてみたいと思いますが、何が生まれたんでしょうか。じゃあ、この研究では、新しい、博物館、美術館における鑑賞体験というものを作り出すために、その人間の身体とその鑑賞というものをいかにつなぐかというインタラクションの研究を行いました。で、その結果として最終的に東京国立博物館において1ヶ月間夏休みのイベントとして皆さんに体験いただけるような展示、インタラクティブな展示というものを実現しました。なるほど。これ KMD だけでは当然博物館で実際にやらせていただくっていうのはものすごくハードルが高くて、そうですね、実現が難しい。やっぱり凸版印刷株式会社と博物館とのさまざまなパートナーシップのおかげだと思うんですけども、はい、何かもう少しこの博物館とのパイプについてお話しいただけますか。凸版印刷の遠藤と申します。私はですね、文化事業推進本部という部署で、東京国立博物館内にある TNM& 凸版ミュージアムシアターというシアターの上に携わっているんですけれども、こちらの担当になる前にそもそもこちら の共同研究の方に参加をさせていただいておりまして、途中からその博物館のシアターを担当することになりまして、いろんな面白い取り組みをやっていたということを、分かっていたので、この成果をぜひ博物館で、一般のお客様にお見せできないかなと思ったことがきっかけで、博物館へアプローチを開始しました。はい、遠藤さんのおかげということで、そんなことを言っていただけると、ね、ありがたいんですけれども、いろんな面白いことをやっていてもなかなか現場まで届けることができないっていうのは、私自身も感じていたので、これをきっかけにできたことは博物館にとっても一般のお客様にとっても非常に面白いきっかけになったかなと思っています。そうですか。はい、ちょっと博物館でどのような展示を1ヶ月間したかということは映像資料でお見せしたいと思います。この博物館との実際の展示ですけれども、もう少しこの映像に加えて言葉でちょっとフォローしていただきたいんですが、分かりやすく言うとどんな体験ができるでしょう。じゃあ私からですかね。はい、凸版印刷総合研究所の吉野と申します。ですね、私はこの慶応との共同研究の主担当だったんですけども、今回の東京国立博物館の実験では、普段今遠藤がおっしゃったようなそのシアターでの体験しかなかったんですね、イベントとして。で、今回はそのシアターが外に出ようというところですね。で、シアターの前に先ほど紹介した懐中電灯で伊能忠敬の地図を、自分の視点で見るというインターフェースを作りました。で、それを見てシアターで VR 鑑賞して、でその後、我々の目的としては展示室で鑑賞してほしいんですけど、もう一つ何か身体的な印象付けを与えたいということで、伊能忠敬の計測の方法である補足ですね、補足での計測を体験するワークショップを行いました。で、この4つの点ですね、その最初の懐中電灯のインターフェースと VR シアターとワークショップと展示室で、この4つの点で循環を作って体験 の循環を作ろうとしたのが今回の取り組みでした。なるほど。博物館もやはり展示物を見ても深く理解しきれないとか、なんとなく頭では分かっても実体験に結びつかないとかありますよね。そうですね。だから確かにその歩いて測量するっていうことを実際にやってみる、なんか言葉で言うと簡単そうですけどどうなんですか、実際は。そうですね。で、その辺 もう参加された皆様にすごい興味を持っているところで、映像や資料で歩いて計測しましたと言われても、ピンときてないと。で、自分で実際に歩いて測ると、実際の距離とすごいズレがあって、それを体験的に知ることができると。
まあ、そういうところでとても興味を持って、まあ、大体展示室で2回見る人がいるんですね。最初見に行ってそういう体験をしてもう1回見るっていう方もいたんですけど、2回目はもう釘付けになって深く理解できた、そういう結果になりましたね。懐中電灯と地図ってなんかピンとこないんですけど、 なぜ懐中電灯なんですか？まあ、今回伊能図っていうのが今回題材でしたので、まあ、江戸時代の昔のその地図で、それが今自分たちが住んでる現代っていうものとどういうふうにその間で変化が起きたんだろうっていうのとか、あるいは逆にその補足という、まあ、非常にアナログな手法で測ってた地図と今の衛星を使ったテクノロジーとして最先端の地図っていうので、どこまでその当時の技術っていうのがすごかったんだろうっていうのを体感してもらうために、ある意味その時を超えるライトみたいなコンセプトを提案して、その懐中電灯の光を照らすことで、まあ、そこの視点したところだけ時間が変わると、で時間が変わると昔の伊能図だったのがその今の衛星写真になって、あ、こんなに正確に海岸線っていうのは変わってない、それだけ正確に測量できたんだっていうのと、あとは埋め立てによってどのくらい地形が変化してたのかとか、あとはその新幹線のルートがやっぱり昔のその東海道と同じところにある、そういったものを自分でこう探りながら体感していく、そういったところを、ね、遠藤さん、多分この博物館の担当ということは、はい、来場者のことを より深く観察されたり、はい、できる立場だと思うんですけども、今回のこういう試みっていうのはともするとラボで大学院の中で生まれたものって難しくて少し分かりにくいとかですね、いうハードルがあると思うんですが、はい、実際の来場者をご覧になっていて印象いかがですか？今南澤先生からもご説明ありましたように、そこの溝を埋めていただくようなインターフェースの工夫をしていただいたからこそ、多くの皆様に手に取っていただいたり楽しんでいただいたりする機会がすごく増えたと思います、うん、はい、もちろん研究者大学院のメンバーも難しいことを難しく見せようという気ではなく、分かりやすくユーザーのことを意識して当然設計し実装するんですけども、はい、ただどうしてもそのシミュレーションの頭の中でこうなったらうまくいくんではないかという仮説に基づいていてですね、はい、なかなか実際にやってみると分かりにくかったり使い方が難しかったり説明しないと使ってもらえなかったりということがやっぱり起こってしまうんですよね、はい、そういったところですね、会期中に、まあ、1ヶ月あったわけなんですけれども、まあ、皆様フットワークが軽かったので途中途中で改善を施したり、そういったことを。なるほど。じゃあこの1ヶ月の開催期間中にこの中身が進化し続けていた、はい、そうですね、はい、あんまりパッと見分からなくても後ろの方で少し進化していたりということがあったと思います。なるほど、はい、このような貴重な体験で研究者として南澤先生どうでした？はい、やはり今回突破印刷さんと一緒にやらせていただいて国立博物館という非常に本当にリアルなフィールドというところにいかに技術っていうものを広げていくかというところを取り組ませていたのは非常に面白い経験になったと思います。やはりその技術、新しい技術っていうのを展開していくっていうプロセスっていうのはいかにその削ぎ落としていくかだと思うんですよね。それを全部入れてそのまま出してしまうと、まあ、結局平垣先生おっしゃる通り難しいインターフェースになってしまうんですけど、それをいかに削ぎ落としてその大事なもう本当にエッセンスだけをいかに分かりやすい形で実際に提示していくか、そういったプロセスを本当に実際の現場でフィールドでやって、それで多くの方に体験していただけたっていうのは非常に大きな経験になりました。博物館というの来場者のイメージって申し訳ないんだけど、やっぱり少し年齢層の上の方が多いかなという印象がどうしてもあってですね、はい、おっしゃる通りでですね、一方でやっぱり夏休みにこのイベントというか1ヶ月も開催しているということは、まあ、子どもたちもターゲットなんではないかと思われるんですけども、どのような参加者が年齢層を含めて、はい、いらしたんでしょうか？普段は本当にご指摘の通りですね、中高年の方がもうほとんどっていうような博物館なんですけれども、博物館も我々ももっといろいろな幅広い年齢層のお客様に、うん、まあ、楽しんでいただきたい、実際来ていただくと面白かったっていうふうな感想をお持ちになる方が多いので、まあ、どうやって来てもらうか、そこが一番重要だと思うんですけれども、その夏休み期間に
子どもお子さんをターゲットにしてこういったイベントを実施して非常に増えましたね。お子さんですとかファミリー層のお客様、はい。それはイベント期間中だけですか、それともその後も ですね、やっぱり顕著に見えたのは期間中ですね。実物が展示してあってイベントがやってる期間っていうのはやっぱり顕著に上がっているっていう結果でした。吉野さんの立場から突破印刷がこういう実験的なプロジェクトをにコミットしていただいて、こういうある一つの成果というか出せたと思うんですけども、企業視点から見た時のこういう産学のプロジェクトの評価というのはどういうところに重きが置かれるんでしょうか。そうですね。で、結構昔は会社が持っている技術の足りないところを大学の技術で補うという形だったんですけど、はい、ちょっと最近はスタイルが変わってきてると思うんですね。で、それは、まあ、企業だけでは生み出せない体験というものを補うために大学の技術であったりそのデザインの力を借りるっていう、そういう対等な立場でコラボレーションの対等な立場でもってやるっていうのが今の研究なのかなと思ってましたし、今回の取り組みもそこをかなり意識してました。なので今回は南沢さんとあと徳久先生とデザインとテクノロジーの先生を入れて、まあ、それで我々の持っているサービスをいかに良くするかというところですね。そこをうまくできたんじゃないかなと思ってます。この懐中電灯のアイディアというのはコラボレーションのディスカッションの中からポンと生まれたものですか。そうですね。で、東京国立博物館さんとのインタビューとして、まあ、ニーズを拾って、で我々のニーズも拾って、で大学の方で、まあ、宮沢先生の方で、まあ、学生たちと議論してもらって、まあ、我々も参加してたんですけど、まあ、そこで、まあ、いくつかアイデア出てたんですけど、その中で、まあ、これかなみたいな、あとはまあ実装する時間も限られてますので、まあ、そこと加味して出てきたという感じですね。KMD から見てこのプロジェクトというのはどういう部分がすごくうまくいって次もう一回何かやるとしたらこういう部分をもう少し強化した方が良かったなっていう視点が多分どうし、まあ、必ずあると思うんですけども、それは少し共有できる部分ありますか。やはりKMD のリアルプロジェクトも、まあ、いろんなところとやらせていただいてるんですけれども、今回特徴的だったのはやはりその博物館というフィールドを本当に具体的なかつたくさんの方がいらして、かつそこにその展示物しかもそれが希少価値のあるものそういったものがあるというフィールドで、まあ、いかにその深い理解っていうものにつなげていくかっていう、もう本当に具体的なリアルな課題っていうのがあった、でそれを実際に展開できるというフィールドも含めてあったっていうのが非常に特徴的だったなと思ってます。なのでそのゴールというものが非常にクリアで、そのゴールに向かってどういう課題を解決しているか、あるいはその制約条件の中でどういうふうにやるかということを実際に実践できていったっていうのが非常に面白かったと思っています。で一方で、課題としてはですね、まあ、今回初めての試みでしたので、やはりそのフィールドとなる博物館の観察の理解とかそういったところを得ていくプロセスっていうのが非常に、まあ、大事でもあったんですが、まあ、時間もそこにかなりかかってしまったところもありまして、逆に次はそこら辺のプロセスっていうのが今までの その1回やった実績っていうのもありますし、もっと初めからフィールドを巻き込んでより面白い形で融合していく形を作れるといいなというふうに感じています。よく言われるのが大学と企業ではスピード感が違う、うん、あとはなんか責任感が違うっていうのもある気がするんですけども、今回はその意味ではそういった壁をうまく乗り越えて一つのチームが作り上げられて成果が出せた、学生にとってもすごくいい経験になりましたね、うん、やっぱり初めはやはり学生どうしても社会経験というところでは足りないところがあるので、うんうん、まあ、非常にいろいろご迷惑をおかけしながら進めていたと思うんですけれども、まあ、一緒にやっていく中で、まあ、自分がやってることっていうのが最終的にどういう形になっていくのかって、まあ、だんだん学生本人でも分かってきて、でどんどんちゃんとモチベーションを保ちながらできるようになっていったっていうのは非常にいい結果です。このプロジェクトは一番最初にやり始めたタイミングからどのぐらいの時間を経て
実際に1ヶ月のイベントという形になったんでしょうか。じゃあ私からですね。この共同研究自体は2012年の9月からですね。で、まあ、そこから1年半後にこの今回 の、 あの東京国立博物館の実験に至ったんですけども、まあ、その間はまでは、まあ、あの弊社が持っているあの VR シアターの中でのインターフェースっていうのをまあ議論したと。その中でやっぱり外に一般のお客さんに向けて何か作りたいねという話になって、2014年の3月あたりから開発が始まったといった感じです。いや、なんかせっかく一回やらせていただいたので第2弾第3弾と何かあの突破印刷様とコラボレーション今後もさせていただきたいと思います。あの本日はあのお忙しい中ありがとうございました。それでは KMD チャンネルをご覧の皆様、また次どこかであのお会いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。